チ2回目の参加になります、八渡です。今日ミルクということで牛に関していろんな、今まで知らなかったことを現実を知ることができてちょっと涙してしまったんですけど、まあ動物に愛をっていうこと、まあ、植物に愛を、そして家族に愛をっていう、まあ、全て愛で進めたらなと、思いました。この KD キッチン、なんかこう心温まることばっかりなのでまた参加したいと思います。はい、よろしくお願いします。ゆきです。今日はマリコーチが主催する体デトックスのワークショップに来ました。これです。で今日はミルクのお話を聞いたんですけれども、牛の飼われている状況だとか、あとはどういう風に私たちが牛乳を消費していくっていう過程を十分に学ばせていただき、本当に正しいものは何なのかっていうのを教えていただきました。これからもKD の考え方だったりとか情報を取り入れて自分の心の充足感を得ていきたいと思います。ありがとうございました。こんにちは、ミキです。KD キッチンはもう参加して5年ぐらいになるんですけど、今日はミルクのセミナーを聞きに来ました。ミルクについて知ってること自分なりにあったんですけど、やっぱりちゃんと筋道を立てて真実っていうか正しいこと、本当のことをいろいろお話を聞いたり画像を見せてもらったりして、食べることについて今日もいろいろ考えることができました。KD キッチンこれからも続けていきたいと思います。今日はありがとうございました。仙台から来ました荒木です。今日で2回目なんですけれども、いろいろと気づかされることがたくさんあって、分からないことだらけだった自分に気づきました。今回前回、参加して、得た知識を自分の中だけに溜め込まないで周りに広げていけたらいいなと思います。またお会いしたいなと思います。ありがとうございました。山形から参りました木村智子です。今日は、マリさんのお話が2回目なんですが、本当に目から鱗ですし、もう今日はかなりジーンと来てしまいました。私たちが何気なく飲んでいる牛乳のお話、牛が本当にこうたくさん入れられて、そして日の当たるところに行くのは屠殺される時だっていう話を聞いたら、もう本当にいても立ってもいられなくなりました。食べることは生きることですけども、私たちがもっと考えて食べていかなきゃなんないなというふうに思いました。命をいただくということ感謝していただきたいというふうに思いました。今日はどうもありがとうございました。今回ですね、東京で初めてのミルクのワークショップに参加させていただいて、いや初めはどんな感じでミルクのワークショップが展開していくのかなってすごい楽しみだったんですけど、まずですね、驚きあり、っていう感じで、もう涙あり、あと笑いあり、もう内容が言えないのがもうとても辛いんですけども、もう本当に参加していただいた方も皆さん喜んでいただけましたし、さすがマリさんやなと、もう本当に私も朝一番東京に来てよかったなと思ってます。あとお料理の方もですね、さすがやっぱり KD キッチンのレシピだけありまして、皆さんに大変喜んでいただきました。はい、ぜひですね皆さんも次ミルクのワークショップ参加していただけたらと思います。お待ちしています。
美味しいです。どうでしょう。あれめっちゃ美味しい。ボーノ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 。